よし、水場行くか。磯丸、
はい、こんな感じで今日は2段目作りました。これ2段目作るとこの感じわかるので、コンパネ貼って床ができます。そうなるとだいぶ作業しやすくなるんじゃないかなと。じゃああとこのひっくり返して中に防腐剤塗っておしまいです。本当はね2時間3時間であっちまで行く予定だったんですけど、思いのほか時間かかりました。動画がいいと思ったらチャンネル登録といいねをお願いします。以上、山城でした。もいもい。